向いていくぞ。はい、メッチチャンネルです。メッチ、今回ダンク SB のトワレを見ていきたいと思います。めちゃくちゃ楽しみ。その前にチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。はい、では見ていきますね。はい、ドン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 、こんな感じになっております。では開けます。ドキドキする。パカ、うわー緊張するわ。はい、紙の方こんな感じ。はい、来ました来ました来ました。ドン、緊張してるんだ緊張してるんだ。はい、ドン、こんな感じですね。はい、こうか。はい、見ていきたいと思います。はい、はい、こちらタグが、こんな感じになっております。はい、では見ていきます。ドン、どう？ドン、いや、一言で言ったら上品やな。すごい上品じゃない？カーテンっぽいんかな。どうなんやろな、この絵柄とかな、これ。俺よう分かってない、中世ヨーロッパ的な、どんな感じ。こんな感じや。んで、後ろ、ここ色違うな、ここだけが。色が違いますと、こんな感じな。はい、次、こちら。はい、一緒かな。はい。はい。はい。なんかな、高級品、上品やな。なんか上品な感じ。すごい、上品な感じやから、これな、向けるらしいのよ。これ、向いていいらしいねんけどな。いや、これな、ちょっと勇気いるわ。このままでもありや、ありちゃありやな。ありちゃありやけど、向いてみたい願望あんねんけど、どうかな、これ。これだけでもありやんな。上品でええやんな。これちょっと、向くに勇気いるな、これ。はい、シューレースを撮ってみました。シューレース撮りました。こんな感じですね。はい、こんな感じになっております。はい。ほんで、このインソールを、撮りました。撮ったらこんな感じになってますと。はい。で、シューレースの方は、こういう感じですね。はい。こんな感じになっています。はい、では、今から向いていきたいと思いますと言いたいとこやねんけど、どう向いたらいいねんと思ってな。やっぱ向くん怖いしな。どうしようともめっちゃ考えてて、片方はもう全向きにして、もう片方は、残しとくとか、いろんな案を考えてたんよ。で、考えてどうしようと思った時に、こちら。ドン。これ覚えてるかな、これ。フリップザオールドスクールっていう名前やったよな、多分。これは、こちらこんな感じで、もう片方反転してるというか、こんな感じなんよ。あ、これ映画なと思って。このイメージで行こうと思って。よくない？どう？俺これでいいんかなと思ってな。なので、こちらの方、こういったイメージでやっていきたいと思います。で、
向く部分は、こういうテープで、ちょっと印つけとこうかな、思って。もう分からんなってくるやんか。うん。とりあえず一回、このテープで、うん、印をつけたいと思います。はい、今、テープで、削る部分、剥ぐ部分、全部つけました。こんな感じ。こんな感じ。こんな感じのイメージです。やってたら分からんなるからな。こんな感じ。こんな感じ。こんな感じにしようかなと思ってます。ここら辺とか難しいよな。ここら辺とかな、すっごい難しいな、もう。どうやったらいいんやろって。中とか無理やんか、この中とか。だからこの、ここら辺を向いたらいいんかなと。このな、糸の部分、手前でやっていったらいいんかなと思ったよな、こことかでも。手前でやっていくべきやな。どうなんかな、ちょっとわからんけど。まぁ、ちょっと、一回やってみようかなと。思っております。まあ、これテーマとしたら、もうざっくりでええかなと思って。俺そんな綺麗にできへんしな。できへんし、まあ、とりあえず一回やってみたいという、うん、こう作ってみたいっていう願望があるから、ちょっとやっていこうかなと。で、今回道具は、ハサミ。ハサミも一応3種類用意してる。うん、こういうハサミや。3種類。これ、こういう曲がってんねん、こうやって。これなんか眉毛とか切ったり、鼻毛切ったりするやつな。一応用意してる、こちら。と、カッターナイフ。と、こちら。これ何て言うんだっけ？アートナイフ？デザインナイフかな？これ、プラモとかで使いそうなやつ。こんなやつ。プラモで使ったんかな？なんか俺持っててん。これで。これで一回ちょっとどうなるか。うん、全部使うかどうかわからんけど、一応用意はしました。ではでは、やっていきたいと思います。はい。では、いきますね。うん、こういうイメージね。こういうイメージで。やっていきます。怖いわー。怖いわー。俺、うまい、これいけるかな？これ、で、ナイフでやってみる？ちょっと。ちょ、いくで。この、うわ、怖い。いくで。いくで。これ、いいんかな？いくで。怖い。これ、ざっくりなっちゃうよな、これ。切れてんの？これ。あれ？ちょっと待ってや。いけてんの？これ。これ、中もなんか傷つきそうじゃない？ちょっと。やりすぎこれ。え、どうなってんのこれ。あ、切れた。切れた。あ、見る。見えてきた。ちょっと待ってや。いや、これ、ここスウェードか。スウェードやな。ちょっと待ってや。え、これ引っ張っていけるんかな？サクッと。あ、これ引っ張っていけるんかな？いけんかな？これ、ちょっと引っ張るで。あ、引っ張ったらあかんよな、これ。ちょっと待ってや。いや、怖いわ。怖い。これも、俺もざっくり糸出ててもええぐらいかなと思ってんね。まあ、ちょっと気になったら、ハサミで切ったらええかと。どうかな、これ。ちょっと待ってや。これ、むずい。むずいな、これ。行くで。ワイルドに行くぞ。ワイルドやな、これ、ちょっとな。いや、勇気いるわ、これ。ちょっと勇気出していくねんけど、あかん、取れた、これ、取れた。ちょっと待ってや。ちょっと待ってや。これ。あ、もう引っ張ろうかな、これ。引っ張っていいんか、これ。これ、どうなの？紐出すぎじゃない？これ。ちょっと待って。これ、ちょっと待って。これ、めっちゃむずいわ、これ。めっちゃむずい、これ。勇気いる、これ。ちょっと待ってや。え、これどうしよう？ちょっとハサミも使ってみる？ちょっと。これはな、切っていこうかも、これ。これ切っていこうか、これ。入らへんの、これ。いや、この糸出すぎじゃない？これ。あ、糸は後で切れるんか、こうやって。こういってんか、これ。こういってんか、これ。こういって、いや、ちょっと、これ難しいな、ちょっと待ってよ。これな、あんまな、深くやりすぎたら、中もな、切れそうで怖いね。まあ、若干切れるのは仕方ないかなと思うねんけど、なるべくならちゃんとしたいやん。これはちょっと骨折れるわ。ちょっと待ってや。骨折れる。いいかな？これでいけてんかな？これ、ちょっと難しい。これ難しいな、これ。これは、ちょっと待ってよ。俺結構不器用やからな。不器用やからな、かなり。不器用。ちょっとほら。こんな感じ。ちょっとな、もっと綺麗にしたいよな。
麗にしたいね。これ、超絶難しいから、ちょっとこういうハサミで、ああ、サクサク切れるの。うん。まあ、こんな感じ？どう？ちょっと白が出すぎじゃない？糸出すぎじゃない？これ。どうなのかな？今こんな感じやね。ちょっともうちょいちょっと綺麗にしたいな。いや、これはな、ちょっとやらんかったらよかったかなって一瞬思ったりもしたけど、ちょっと頑張ろう。やったら絶対かっこよくなると思うのよ。ちょっとな、ここだけでもどうにかな。簡単じゃないよな、これ。まあこれ、元からそういうようなスニーカーではないんやんな、多分。どうなんかな。勝手に向けて、破けてきたらええ感じっていう感じのスニーカーなのかな。これちょっと俺もようわからんけど。ちょっとこれで綺麗に、こんな感じで。傷つけそうで嫌やねんな、これ。はい。ドン、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 これ、ちょっとこれ骨折れるわ。骨折れるで、これ。何分かかんねんの、もう、これ。はい。こんな感じかな。いや、でも、これ赤いよな、汚いよな。汚い、もうちょっとこれな。これ、糸をな、サクって取れたらいいねんけど、あ、もうこれ取っていくんか、これ。糸取ったらいいんか、これ。あ、糸を取ったらいいんか。取ったらどうなるんや、これ。ええんかな、これ。いいんかな、これ。あ、これ、毛抜きとかあってもいいんかな、これ。これちょっと待ってよ。いや、これをな、不安なんできた、せっかくな。気に入って買ったのに、これ。ちょっと待って、これ。もうちょっとナイフで。こう、ちょっと、サクサクーっと、こう、糸を切るような感じで、サクサクーっといくわ。サクサクーっといくな。これちょっと、しんどなってきた。しんどなってきた。もう、これ、おいおい綺麗にしていこうかな。どうしようかな、もう。次から次へとやっていきたいんだけどな。これ難しいな、やるのがな。とりあえずこれも、ぼちぼち、ちょっと、やっていきます。これちょっと、難しいかもかな。容量つかんだから、ザクッと切って、あと糸は、こんな感じで、切っていってもいいかなと思った。これちょっとな、これな、綺麗にするのやっぱ、並大抵に難しいと思う。俺が不器用っていう部分もあんねんで。それでもいけんかなーと思ったけど、さっきよりは上手くなった、ちょっとコツも掴んできたのかな？どうなんかな？こうやって。あ、やっぱこれレベル高いなー。ちょっとどうなったやろう。今んとこやで。さっきやったのがこんな感じやね。で、次やったとこ、まだちょっと綺麗じゃない？あんま変わりないか？変わりないか？どうやろう？どうやろう？これ、綺麗にすんのやろうな。並大抵に難しいかもかな、これ。やってもらいたいもん、俺。こんな感じな。もう切るしかないか、こうやって。出てるやつは、こうやって。これはちょっとな、綺麗にするの難しいな。こういう。こうやるんかな。こう、ザクザクっとこう。で、傷つきそうやろ、スエードに。こんな感じ。こんな感じか。なんかイメージではもっとな、サクッと綺麗になるイメージだけど、やっぱ難しいな。ちょっとこう擦りながら、糸を出すと。で、出たら、ハサミで切ると。綺麗にするの難しいな、これ。毛抜きで抜かなあかんの、これ。あ、抜いたらちょっといけるかな、これ。まあいいんちゃう？ちょっと雑いかな、これ。ほな、まあ、引き続きまたやっていきます。難しいなぁ。なかなか綺麗にできへんで、だいぶいったやろ、ほら。だいぶいったけど、だんだんちょっとはな、容量はつかめてきた気がすんねんけど、緊張感がだんだんなくなってくんねんな、なんか。逆に、このネタ、糸あってもええんちゃうのって。いいんちゃうのって、なんか、だんだん思ってきた。まあまあ、俺もな、できれば綺麗にはしたいねんけど。やっぱこれむずいな、これ。
ょっとこれハサミでいこうかな、これこう感じでな、こうもう引っ張りたくなんねえな、これ引っ張りたくなるもん、こうほら中こう見えてくるやろ、これこれはスウェードなんかな、ここキャンバスちゃうかな、これうん、ちょっと素材がちゃうねんな、これうん、ちょっとで傷はつきたくないからな、つけたくないからこうな、うん、でこっちからも、ここもな、さあここもしなあかんねんな、ここ大変やったね、ここやったけどちゃんとめくってやってるもん、ほらだからここもちゃんとここめくってもうざっくりいくしかないもん、これざっくりな、ざっくりな、ざっくりちょっと深めにやりたくないねんけど、深めにやったら傷つくやろ、ほんでちょっとある程度やったら無理やねんな、これ難しい、これなんでもうこれやり始めて今でな15分ぐらい経ってるんで、これこれ超絶時間かかるよ、これだんだんな飽きてくるというか、もうなんかもうな、めんどくさくなってくるんだよ。なんかこうやっててな。楽しいねんけどな。楽しいねんけど、綺麗にするのは、難しいと思う、ほんまに。よっぽど器用な人やったら、すごく綺麗にできると思うねんけど、これ武器用系、武器用派はな、頼んだ方がいいかもかな。誰かできる人おらんと思ったもん、ほんまに。でもまあこれやりたくなんのよな。武器用は武器用なりに、やりたくはなんねんけどな。ああ、はい、どうも。はい、これ取ったらほら、こんな感じやんな。ほんで次は、ここやねん。ここな。このやる箇所間違えように、やっぱな、テープなりなんか印つけとった方がいいよ。わからないでくるよ。どこ削ればいいんやろ、と。俺はちょっと、反転させたいな、と思ってたからな。片方片方。はい。はい、もう、どん。もう、今はもうざっくりやって、後で綺麗にやったらいいんちゃうかな。ハサミとかで切ったりとかして。大体を、こう、あんま立てすぎても怖いねんな、これ。中が切れちゃうやろ。で、ほら、見ときや、ほら、ペロリン級やろ、ほら、ほら、ほら。だから逆にちょっと残っててもええかもからな。そう思うようにした。そう思うようにしてやってられへんなと思う。完璧求める人は、ちょっとこれはな、コードやと思う。ほんまに。もう引っ張りたくなんだよ、これ。ほんまに。ワイルドだぞーって言いたいの。ほら、あとちょっとやろ、ほら。近づいてきたやろ。ほら、ほい、来た。はい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ああ、しんど。しんどってなんで。ほい。これ結構ちまちまやらなあかん、作業。ほい。ああ、めくれた。めくれた。これ新しいやつやるのは嫌やな。なんかもったいない気がする。だけど、俺な、剥ぐ方がかっこいいなと思っちゃって、剥ぎたくなったんやけどな。いざやってみーの、しんどいの大変やのーと思った。はい。できたかな、これ。こんなイメージかな。ほら。ほら。どう？ちょっとこれもうちょい綺麗にするわ。もうちょっとこれ、糸出すぎやろ？糸出すぎの場合は、ちょっともうこう、ほら、こう切っていったいんやろな。こういう風に、ジョンジョンと。これ髭みたいなやつ。髭もちょっとあってもええんかな、これ。で、あんま綺麗じゃないからな、これ。で、これ綺麗にする人すごいな。尊敬する。俺みたいな、このな、不器用さんはな、すごくな、うまくできへん。できる気せえへんなと思ったら、もっとさささっていけるんかな、思ったけど、意外ときちーっとな、やってはるから、取れへんな、綺麗にな。ほら、ここら辺も。今切った感じ、これ。でもこれでも渋いわ、渋いよな。どう？ちょっと糸出ててもよくない？これ。ではでは、次な。次こっちやね。そうだよ、これやるのに15分かかった。で、もうちょっと綺麗にしたいから、時間かかると思うんだけど、次こっちやね。これ何しょって言ったらここやねんな。ここも削んねんけど、まあ、これ紫が削ってる部分と思ってな。ここも削んねんけど、ここ難しいと思うわ。ちょっとチャレンジしていく。
はい、今40分経過。40分やってよ、ほら。こんな感じになったで。ここめっちゃ難しかった、ここ。ここめっちゃ難しかった、ここ。ちょっとな、あれもキャンパスやから、ちょっとガグっていっちゃったもん。ザグっていっちゃったもん。ちょっと、難しいと思って。あと、ここやな。ここ全部ガー行くかな思ってんだよ。ここな、中まで無理やんか。手前でええやんな。こういう感じでな。もうなんかな、躊躇なくなった。もうやり出したら、もうええかって思って。うん。吐くねんからええわ。俺が吐くねんからって。別に、な、俺が吐くからどう吐こうか、もう別にええやんって思ったら、楽になってきた。楽になってきた。こうやって。もう、ザクローンでいくぞって感じやで。ほんまにな、もうそうなっていく、だんだん。もうこれ、時間かかりすぎ。もうな、しんどなってきたもん。これやっててな。おもろいねんで。おもろいねんけど、自分が思ったようにな、綺麗にならへんねんな。ならへんわ、これ。もうやったからにもやるし、やり通すしかないやんか。やり通すしかないし、このスニーカーを愛すしかないやんか。もう買っちゃってんやから。やっちゃったし、買っちゃったし、やっちゃったし。もう愛すしかないねん。今更もう過去に戻られへんねんな。戻られへんから、もうこれは俺は愛すしかないねん。でも、これをもうな、やるしかねえと思って。もうな、もう俺風味でええわ、と思ってな。もうそう思うことにした。ここ難しいね。ほら。SB は切りたくないやん。ここな。ほんま中もうまいことやりたいねんけど、そうは問屋もおろさんやんか、ここ。ここな。SB なくなって嫌やろ、これ。この SB っていうやつがな。やかに。ザクっていくぞ。ほい、ほいっと。ほら、行ったで、ほら。この糸も、愛おしく思えるかな？わからんけど。知らんけどな。うん。こう、行くわ。もう、行っちゃえ。行っちゃえ、にしゃん。にしゃん、にしゃんってないねんな。にっさんやな。うん。ここ、もう、ダグーって行くわ。もうザク行っちゃった、もう。行っちゃった。もうやったれって感じやわ。ここ難しい。ここな、ほんまにな。うまいこと行くんか、これ引っ張ったらあかんねん。ザスク引っ張ったらあかんねん、これ。ここめっちゃ難しい。ここな、シューターンがすっごい難しい。これ注意した方がいいわ。やりすぎた。あ、これキャンパスやもんな。キャンパスか、これ。ここはな、キャンパスはな、傷つきやすいね。スウェードまだな、マシやね。スウェードはな、サクッとやりやすかってんやけどな。キャンパス部分は注意した方がいいわ。俺ちょっとしくってるもん。ちょっと、えぶっちゃったもん、ちょっと。こんな感じな。場所によって違うねんな。キャンパスの部分と、スウェード部分でちゃうから、そこ要注意。で、素材がちゃうっていうのはおもろい。ちょうどそうおもろい。はい。あと、ここ、さっと、さっと。こう、いったで、これもうベローンって行きたいな。ベローンと、ここむずい。ここベローンとな。ずんどくベローンと行きたいやんか。ずんどくベローンと行きたいねんけど、これはなぁ、綺麗にやってる方もいれはるやんな、絶対な、これな。てか、そのままやらんかなぁ。どんなやってはんかな、みんな。削りたい願望あるやろ、みんな。ない？で、勇気が出ない問題もあるわけやんか。どっちか言ったら、これなぁ、戻れねぇ、どうしてたんやろな、もんは。だから、後悔せんようにやりたいな。これはなぁ、プロとかいないんかな。めっちゃ上手い人にやってもらいたい、ほんまに。持ちは持ち屋やで、俺は多分な、苦手な部類やねんけど、こういうことをするの好きやねんな。この DIY っていうんか ?DIY ちゃうんか、なんやろ、手作り感か、どうなんなんやろ、ようわからん。ほら、行った。ほい、行って、ほら、ここどうしたらいい、これ。これな、これループんとこやんか。これな、これむずいって、これ。ここからこう行こうか。ここ難所やな。これなくしたくないもん。で、この部分は、修理生隠れるから、そこまで気にせんでんかなとは思うけど、気にしたい願望もあり。気にしたい、あ、ちゃ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 、今刺さったわ。今刺さったわ。で、ここな。
ここな気にしたい願望あんねんけど、ここな、これいけるかな、いけるかな、おっしゃ、これちょっと残るやん、残り嫌やな。これちょっとな、中からこう、傷つけ、あ、ハサミ行きたいんか、こういう場合は。こういう場合、この中は、あ、これあかんな。このちっこい、こちらのハサミで、ちょっと待ってや。もうな、はぁ言うわ、これほんまにむずい。いや、切る。切った。切ったどう？切ったどう？まあ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 、まあまあ、こんな感じ。いったやろ。あと、ここもやらなあかんねん。ここはまあまあ簡単やな。ここはもうサクッとな。サクッと。サクッともうザクッといったいんよ。こういうのはザクッとな。ザクッ、あがががが。こういうな。うん。うん。このザクッと。ザックジャパンで。ザックジャパンやったっけ。うん。こんな感じで。しょー。いったかな。いったかな、これ、すっごいな。ベロンチョがいかへんねん。あかんあかんあかん。あかん、もうあれよ。だんだん、集中力が切れてきた。集中力切れてきた。これな。これな、最後のな。俺はこれあんまやりすぎたよな。下のキャンパス。キャンパスやねん、多分ここ。多分キャンパスやねん。ここな、気ぃつけや。ほんま気ぃつけんか。失敗した俺が言うのは正しいと思うよ。ここな、ちゃんとしないと、下のな、キャンパスのな、傷つくね。現に傷ついたからな。だからこれ、ハサミとかプシしつつも、いかなあかん。もう、ザクっていいか。ザクっていくわ。ザクっていくわ。いくで。ザク、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 いくで。これ引っ張ったかね引っ張りたくなる願望があるんだけどな。うん、ちょっといけるかな、これ。あかん、あかん、あかん。むず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 腕。よっしゃ。で、よっしゃ。ここはな、傷つきやすい。あ、ここは、ここスウェードやわ。で、ここキャンバスな。うん、ここスウェードのキャンパス。場所によって違うねんな。それもおもろいね。で、これ、まあ、向いた方がおもろいんやろな。場所でだいぶんちゃう。はい、いった。雑。雑。まあ、ここはシューレースで隠れるやろ。いったやろ。いった。ほら、こんな感じ。こんな感じと、これ、まあ、シューレースで隠れるかな、これ。こんな感じな。こんな感じ、ほら。こんな感じやって。なんか、ボロボロやな、これ。ここ大変やった。ここが、キャンパスやから、ほら、これちょっとな、穴開いちゃってん、ちょっとな。そう気になんねんけど。ほんでな、あと一個な、忘れててやるかしら。こっちの方のやけど、ここも、切りたかったんよ。ここ、ナイキの部分でむずない？これ。やから、このナイフで、ナイキってやったらいいんかこれ。ここ、ここ難所やで、ここ。こうナイキをな、切らんとやらなあかんねん。ここかな、俺もう、ここ忘れてたわーと思って今やってんねんけど、ここ難しいで。ナイキをボロボロにしたくないやん、この部分な。これだけど、むず。ざっと、文字謎に流れてるで、俺。キーの E なんてめっちゃむずいで。E 難しい。ナイキの E が難しい。E が難しいな、これ。E が難しいねんな、これ。いったかな？いったかな？ザクッと。ここはな、何種やな。何種やな、これ。ほら、こんな感じやね。ここは、キャンバスやな。キャンバス地やな。ちょ、気ぃつけなあかん。ナイキっていう文字を綺麗にするのめっちゃ難しいかもかな。こんな感じ。ここ難しい。ここはどうしようかな。いけんかな。ここすーごい、ここ一番難しいんじゃないかな。
うん、細かいし、うん、決して簡単な道のりではない。うん、ちょっと頑張るで、これ、行くで。これ、上手、ここがな、もう、こう、無理かな。ザクッとこれ、いかへんかな、これ。これ、あかんわ、これ、ちょっとやばいかもかな。ここの部分、難しいかもかな。難しいかもかな。これ、ここはやめた方がいいんかな。ちょっとこんな感じで残した方がいいんかな、ちょっとな。ここはな、あれどうなってるの、下からこの刺繍部分どうなってるのこれ。おじさん、これむず。ハサミでグッていかへん、ググイっていかへんかな、これ。あかんわ、これ。あかん気入っていた。ちょっと待ってよ。こういくで。うん。ちょっと汗かいてきたもん。むずすぎて。これちょっとな、あかん。いけるかな。ああ、これめっちゃここむずい。これやったことある人わかるかもわからんけど、ここやらんでいいん？やらんはよかったか、俺。やらんはよかったか。自分でもわからん、これは。うん、やってよかったんかどうかわからん。うん、ちょっと、頑張ってみたいと思います。はい、ようやく完成。どう？どう？めっちゃ疲れた。1時間半かかった。1時間半かかって、うん、まだまだやろうまでできんねん。こう、ちょっと飛び出てる系とかあるやんか。これな、ちょんって切ったりすんのよ。切ったりできるから、やっていてたけど、めっちゃ疲れた。とりあえずちょっと出ててもええかなと思った。あえて出ててもええかなって、かっこいいのワイルドでいいかなと思って。ここなんか綺麗な感じで、ここワイルドって。ええかなと思った。ほんで、あとな、中の素材がおもろい。ここの部分がスウェーデンやね。で、ここキャンパス。キャンパスな。ほんで、ここキャンパスやね。キャンパス。ここもキャンパスな。うん、そんな感じになってて。ほんで、こちら。うん。これまあ左右非対称にしてるから、こっちが、あれやね。スウェーデン、ね。この部分スウェーデンな。ほんで、ここキャンパス。あとにやな、ここキャンパスやな。で、ここもキャンパスやな。キャンパスになってて、で、ここもキャンパス。ここめっちゃ難しかった。これ無理やば。難しいわ。ナイキの文字に切り抜けて。ここキャンパスな。で、スウォッシュがスウェードになっております。おもろい。素材がいろいろ変わってておもろいねんけど、これな、やったけど、しんどいわ。俺は気に入ってんねんで、これ。気に入ってんねんって、すごい、なんか、気に入ってんねんけど、これはな、もう一回やれてたらしんどいわ。それぐらい時間かかった。ほんで、残骸見て、これ。これ見て、これ。こんなやねん、ほら。いやな、買ったばっかのスニーカーをこんなことすんの、すごくな、勇気いるやん。勇気いるやん。ほんま、ドキドキした、ほんまに。ほんで、ゴミめっちゃ出る、これ。こんな風にな、もう嫌なる。だけど、かっこよくなってない？うん、ちょっとあれやで。ワイルドやで。ワイルドやで、かなりな。ワイルドやけど、俺はな、ええんちゃうのと思ってるけどな。やりながらちょっとしくったなー、やっちゃったなーと思ってな。どうしよう思ってるけど、やってたら、これ乱雑な感じ？ちょっと、こう出ててもええやん。出ててもええやんと思ってな。あ、それもありちゃうと思って。うん。で、あとな、キャンパスの部分を切るときは、注意した方がいい。ほんまにな、キャンパスまでグッていっちゃう。グッていっちゃうから、ここ注意して、ほんまに。スウェードの部分はなんとなく大丈夫やねんけどな。もうキャンパス部分だけ、切るときは、ほんまな、気ぃつけた方がいいわ。傷つくわ、すぐ。うん、それがすげえ難しいっていうのと、あと、内筋部分がな、これ、むずいわ。切り抜けってこれな、めっちゃナイキってこう、グーって収まってるからすっげえ難しい。あとここやな。あとここの、この中までは無理やった。ここの中は無理やったわ。やろう思ったらできると思うけど、もうええわ、と思った。で、ここのループの、この部分はどうにかなかな。
落とし、ちょっと若干落としてない部分はあるけど、こう修練生隠れるやろ。修練生隠れるやろと思ったしな。うん、早く修練数通してどんだけのもんなるんか見てみたいです。はい、めちです。はい、めちです。身長164センチの47キロです。あ、8やな。48キロです。どう？どう？靴。良くない？これ。いや、見てて、遠目に見たら、粗さわからんで、これ。自分で削、剥いたいんやけど、わからんことない？まあ、わかる人はわかるかもわからんけど、パッと見はわからんような気がすんねんけどな。しかもかっけえな。いや、これ剥いた方がええよ、これ。俺剥いた方が好みかな。マシャ好み的に。すごくいいなーって思う。ほんまにな。しっくりきてるもん。派手好きな俺としては、しっくりきてるもん。で、近くで見たら、荒いで。はい。荒いやろ？荒いやろ？うん、荒いね。そう、分かって、分かって、分かってるワイルドだぞって感じもない？ワイルドだぞっていいやろ。うん、ほんで今回は、服、カマチョさん。これな、いつも TS 買うねんけど、韓国行った時にちょっと手違いがあって、M サイズな。ちょっと大きめやろ、これ。着丈長いねん、これ。で、気に入ってる。うん。ほんで、これ、今一番超お気に入りの。うん、なんだこれ。ハーパン？なんだ、リジットのやつ。めっちゃええやろ、これ。だいぶ下がってきたわ。ふっちゃあげなかった。うん。で、靴さん、靴ええやろ、これ。いや、これ、絶対いいと思うわ、これ。絶対いいと思うわ。ほんで、近くで見んといてって感じ。近くでは見ないでって感じ。見ないでって。だから、遠目で見たらええ感じ。うん、なんか、俺見ててな、惚れ惚れするもん。ええやろ？うん、めっちゃ気に入ってる。それぐらいテンション上がってる。思い出もいっぱい、思い入れやな。もういっぱいある、めちでございました。おい。な感じで、な感じで、問われ。見ていきました。どう？これめくったバージョンやけど、どう？いや、近くで見たらな、アラが出てるよ。アラがあるよ。汚いよ。この、飛び出てるやんか。ちょびひげみたいな。これ出てるやんか。これも、ある意味味かなと思うのよ。よくない？これ。ほんまやるに勇気いる、ほんま。もうそのままで良かったんかなと思ったりも、やりながらな、思ってた。やりながらめっちゃ、結構時間かかったからな。すっごい時間かかって、もうしんどかった。勝負しんどかったんやけど、いやー、これな、完成したら、愛着湧くよな、これ。ここな、ナイキのここのマークのとこ難しかったで、こっちか。こっちやな。こっちすっごいしんどかった。もう雑いよ。雑い俺でもなんとかここまで時間かけて1時間半ぐらいかかったんかな。うん、もっと綺麗にしてもできんねんけど、まあまあええかーと、まあまあええかーと思ってな。ええかーと思って、こんなめくるシリーズというか、このギミック系、以前、買ったことあんねんよ。こちらな、覚えてるかなこれ。AF1 ミッドのやつ。パールホワイトやったこれ。これもな、すごいおもろかったんよ。やっててな、気に入ってんのよ。で、この時はな、ひよって、ひよってはないか。片方は何もせんぞ。片方だけしようぜって思って、片方だけしたんよ。今回な、両方したんよ。
両方やっぱ赤好きやからな。赤好きやから、あ、映画なと思ったんよ。うん、ほんで、全部めくろう。で、こっちはめくらんとかいう案はあったんよ、自分の中にな。だからな、そこで考えてたんが、あれやね、俺の大好きなスニーカーで、こちらな。これ。これ、これ、これ見て、これ。これをな、思い出したんよ。これ超絶映画なぁと思ってな。これ映画なぁと思ってな。これやと思って。これやと思って。これやと思って。これに行くぞと思って、こうなったわけよ。結果こうなったわけ。どう？どう？よくねえこれ。綺麗にできる人はもっと綺麗にできると思うわ。不器用でもここまでできたわ。だけどこの素材がな、スウェード部分とキャンパス部分があるから、キャンパス部分は気ぃつけた方がいい。やっぱな、着るときに、グイっていっちゃうね。グイっていっちゃったもん、ほら。グイっていっちゃったからな、もうそれがな、ウィアーってなったんやねんな。ウィアーやっちゃったーってなったんやけど、もうええかって思ってな。まあ俺履くからええかって思ってな。もう気にはしてるけど、せえへん、ふりをしとって、まあええかってなって、味やと思って。何でも味やと思ってな。だから、やるときはやっぱ気ぃつけなあかん。気ぃつけなあかん。ほんまにな。けど、結果な、履いてみてな。近くでこう、スニーカー見ることないやんか。そんなみんな見ないやん。遠くから全体バランス見るやん。バランスというか全体見るやんか。わかんことない？まあ、わかる人わかるよ。わかる人わかるけど、俺はこれな、すっげえかっけえと思って。この、ちょっと雑いけど、わ、こう見たら雑いな。綺麗に、いや、できるよ。もっと、今からもっと、ぐーってやっていけんねんけど。だからこれはな、すごく思い出に残るとか、めっちゃ時間かかった。やるの。だからめっちゃかっこいい。シューレースも変えようかな、もっとも。黒とかに変えてもありかな、と思って。まあ、これ、ここと合わせていいから、この色でもいいかな、と思って、すっげえなんやね。よくないこれ。なんか、自分専用っていうか特別感があるやんか。あんねんけど、やっぱ難しいと思うよ、これ。ただもうこれ、なぁ、やっぱ買ったスニーカー大事やんか、そんな、もう安いくないやんか。でもすっごい悩んだな、ほんま。もうそのまま履いていって、いつか剥けた時でいいかって、だからそんな剥けるまで履くってなかなかないやんか。ないやん、剥けへんやん、なかなか剥けへんやんか。スケボーとかやってたら分かるで。甥っ子の靴がボロレからな。スケボーやってるから。そんなんやったらいいけど、普通に履いてて、剥けることってあんまなんねんな。やったらもうやるしかねえな、と。やるしかねえ。勇気出したわ、これ。だからこれな、どうやろうな、自己責任やけど、ここまではできると思うわ。俺めっちゃ不器用やからな。ここまではいけると思う。いけると思う。で、注意といったらキャンパス地の部分だけは注意と。もうグイって言っちゃう。グイって言ってるからな。二箇所ぐらい言ってるんかな。うわーってなったからな。で、そこだけ気をつけたらなんとか、これぐらいはいけるんちゃうかな。まあ、これが、みんながいいか悪いか知らんよ。まあ、俺はええ思ってはええねんけど、俺は別にこれもええんちゃうかなと思った。めっちゃかっこよくない？めっちゃほら。パッと見分からんやろ。まあ、近くで見れば分かるよ、そりゃ。でも、パッと見分からんし、別にまあ、どう、思われもええかなと思うし、かっけえと思った。素直にかっけえと思った。素直に、アイムソーリー謝らへんけどな。めちゃくちゃかっこいいと思った。これも、ぜひぜひ、おすすめ。おすすめ。ちょっと、不器用でもここまではできるっていうことをちょっと見てほしい、ほんまに。不器用でもここまではいける。いける。あと皆さんのテクニックで、もし剥くんであれば、頑張ってくださいって感じ。剥いた方が俺は好きかな。まあ、あのままでも良かったっていうのもあるけどな。けど、剥いてもかっこいい。これ超絶おすすめ。ほんで、いろんなことができるからな。場所場所で、自分オリジナルでここを剥かんとく、ここを剥くとか、で一部だけ剥くとか、もうそういうのをいっぱい考えたわ。考えてる。いろいろある。いろいろ、何通りもあるから、皆さんにちょっと考えて。これもまあ、ベタっちゃベタやんか、こうな。
この、こうな、あの、こっちとこっちを、ちょっと、なんか反転させるみたいな、まあ、ベタかも関係、俺はやっぱこれかなと思う。やっぱね、これな、これがもうすごく思った。うん、だから今やってみたけど、やっぱ骨折れるけど、やっぱ苦労した分だけやっぱ愛着湧くっていうので、うん、めっちゃかっこいいと思った。すごく、思い出に残ったわ。ほんまの思い出に残った。もうめっちゃ苦労したからな。だからこれは、あの、ぜひ、おすすめなんで、あの、むくんで、あれはむいていいと思う。本当に。俺はむくのをおすすめする。まあ、これあの、器用じゃないとあるかも関係のおすすめする。これ、めちゃくちゃテンションが上がった、めちでございました。めちゃでした。はい。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。これめっちゃいいぞ。いいぞ、近くで見たか。見ないでって感じだけどな。見ないでって感じだけど、めちゃでした。セブゾン最後までご視聴いただき、ありがとうございます。Twitter、Instagram もやっているので、ぜひ、フォローの方、よろしくお願いします。メッチ、頑張りますので、よろしくお願いします。メッチ